ジャズ、ドラマーのアート・ブレイキーが1958年に発表したアルバムおよびその1曲目に収録されているボビー・ディモンズが作曲した曲です。ブルーノートのアルバムの中でも人気の高い曲の一つとなっております。1990年には自動車の15秒 CM にもモーニングが起用されており、また近年ではアニメにもなった漫画坂道のアポロンで使われ、若い方からご年配の方まで幅広く親しまれております。それでは聴いてください、モーニング。Thank you.
ありがとうございました。東京都職場吹奏楽連盟合同バンドの皆さんでした。今一度盛大な拍手でお送りください。